マウンテンバイクに椅子とテーブルを積んで水上公園でのんびり過ごしたいと思います。いつもはヘルメットにカメラつけてるんですけど、今日は自転車の方につけてみました。連休後半2日目、観光客の人でいっぱいです。今日は初夏の陽気です。この踏切、軽自動車はしか通れません。水上公園到着です。いっぱい人が来てるかな。スワンちゃんとコアラちゃん大繁盛です。行列になってる。どうすんの。大きな木陰、見晴らしはこっちだけど木陰はこっちだね。ここは川越公園って言うんです。キャンプ場みたいだね。じゃあここにしようか、ね、じゃあここに決めた。ここを今日のくつろぎの場とします。椅子だから、うん、今日のくつろぎ場できましたね。雪が見えてテントが見えて、なんて言ったってスワンちゃんだよ。新緑だね。新緑新緑。何を制限？危険場所。ああ。前からいい風が来るね。こういうのチアリングっていうの。うん、そうだね。今日はマウンテンバイク。可愛いコアラちゃん。前からコアラちゃんっていたっけ？コアラちゃん。あとブラックスワンちゃんもいるんだね。ああ、ちょっとブラックスワンも人気なのかな。わかんないけど渋いねブラックスワン。今日ボート待ちなんじゃない？あ、待ってたよ。ねえ。うん。立って待ってるのも辛いね。開けるよ。うん。何入れますか。ノット。あ、ふっては書いてない。こっちがふうさん。こっちがのぼのおにぎらず。違いは何？ちょっと飲むのが大きい。見て、大きいでしょ。あの醤油とソースって言ってなかったっけ。まあ、大きさもそうだけど、ノブはソースで私醤油にしてきたかつ。お飲み物はバドワイザーのゼロとつぶらなカボス。うん、つぶらなカボス。出来栄えは？うんうん、美味しいよ。何点？100点じゃない？100点。いただきます。うん。一番とかも。美味しい。うん。これ、うまい。いい感じで自転車も置けてます。はい、ピクニックセット撤収終了。片上に向かってのんびり行くぞね。ゆっくりくつろげたね。
何見てんの？どう？飛んでないそうです。ここは川越北院。ゴールデンウィーク、綺麗な夕日が沈もうとしてます。今日もいい日だったな。